こんにちは、ナナです。ハロースムはさよなな、ウブドナナをご覧いただきありがとうございます。今日はモンキーフォレスト通りと花湾通りをつないでいるデビスタ通りを歩きます。距離が短いのでその路地にも入っていこうと思っています。それでは一緒にじゃらんじゃらん。ベルトかっこいい。このベルト、ワンピースも綺麗です。ああ、これも綺麗。ちょっと渡ろうかな。かわいい花柄。こういう花柄最近流行ってるんでしょうか。ができました。スグリワ通りにあった、ナチュラル系のアロマとかボディスキンケア、フェイスヘア、いろいろナチュラル系のお店です。ちょっとこじんまりとしてますが、ここにもできたのは便利だと思います。かんざしがいっぱい売ってる。あ、他のお土産屋さんとはちょっと違う感じのかんざしあります。アクセサリー屋さん。ただ今日は閉まってます。かんざし、貝のかんざしとかかわいい。私の髪の毛量が多くて、でしかもテンパなのでまとまらなくって、かんざしの木が折れるくらいです。かわいい。私の髪よいしょ。ここは何屋さんかな。あ、スピリチュアル系、チベタンボール的な。チベタンボールだ。向かいのお店も見てみたい。アンティーク屋さんで、こっちが、シルバー屋さんかな。おー、かわいい。あ、ここにかわいい、かわいい木の置物の果物たくさん。中はこんな感じです。ワイヤングリッドとか、人形のワイヤーもあるし、ネックレスとか、はかり、昔のはかり。すごい、昔の電話。あのトトロの、サツキがカンタの本家の家から使ってた電話、こんな感じですよね。トペンもあります。中国っぽいお皿もあります。かんざし、このここら辺にあるかんざしもアンティークだそうで、値段はそれぞれまちまち、10万から20万前後くらいのものが多い感じです。今度ここでかんざし買いたいと思います。すごいいい雰囲気。すごい、これも全部アンティークなのかな。見えてるかな、ボケてる。
ワイヤンクールいっぱいあります。おおいね、おねやむりや。おお、はい、ただいまシンガポールからのお客さんがワイヤンクリットを購入されたそうで、シンガポールに行くそうです。かわいい。何はソロバンがあります。ソロバンとはかり、はかり、面白い。食器類もたくさん。この辺に古道具いっぱいあります。何に使うのかよくわかんないのも。ここのおじさんフレンドリーで面白いです。あー、これでさつきはお父さんと電話したのかな。じっくり見てたら1時間くらい過ぎそう。やあやあやあ、とりまかし。やあ、はい、こちらのお店の名前がアリアートショップです。ではバッパにテレマカシーパーやーラインカレサヤクシニラギーややテレマカシー。あの前からこの道を通るたびに気にはなっていたんですけど、やっと入れて嬉しいです。気になってるお店で結構いろいろあるんですけど、バイクを止めて見るのもちょっと面倒で、こっちは服屋さんかな。よいしょ。さっきのなんだっけ、かんざしおしゃれだったな。これも服屋さん、こっち服屋さんです。あー、ここロカフォーレかな。変わった感じのお洋服屋さん、新しいと思います多分。こっちは何屋さん、ラッピング屋さん、ノート屋さん、紙系のものを売ってるようで、よいしょ。ここの角、元あった服屋さんが、私の好きな感じのかっこいい系の黒いかっこいい系の洋服屋さんだったんですけど、
コロナ禍で多分撤退したのか、どっかに移転してるのかもしれませんが、中心地では見ないです。とっても残念です。ここがルビシタとゴータマスラタン、こっちがゴータマスラタンで、向こう側がゴータマウタラの交差点です。でゴータマはまた次回別の機会に歩こうと思っています。よいしょ、あっちに渡ろうかな。シルバー屋さんです。針金で作ってある、飾りかな。おしゃれ。あ、ここにあった。前コンビニのデルタとネイルサロンがあったんですけど、工事中のようです。ここは何屋さん、ここは何だろう、置物屋さん、いや陶器屋さんかな。中に陶器がたくさん売っています。バリっぽい緑の陶器、かわいい。で、道側には猫の置物、かわいい。あ、猫がお祈りしてる。お祈り猫、お祈り猿さんもいる。あ、でもかわいい。このマグカップ、かわいい。マグカップだよね。猫がマグカップの上乗ってます。かわいい。あ、これもいい。ココナッツの形の、これもマグカップかな。かわいい。かわいいのいっぱいある。あ、ここにも猫。あ、黒猫。あ、この上にいるのもそうか。かわいいな。あれあれ、かわいい。あ、この子たちもかわいいな、なんか。あ、ボケてる。この子たちもかわいい。面白いのいっぱいあるな。バッグ屋さん？おーおー。いい感じの色使いのバッグあります。面白い。あ、バッグ屋さんじゃないな。あ、網屋さん。アンデル系のもの。お、日が出てきた。ここは金魚鉢屋さんでもないな。バッグも洋服も売ってるようです。サンダル屋さんかな。閉まってます。はい、向かいに雑貨屋さんにアクセサリー屋さんあります。で、その隣がチッタオベストピザ屋さんです。ここのピザ屋さん、ハロー、人気で人気でいつも混んでいます。隣は前、中華系の火鍋？鍋物屋さんがあったんですけど、いつの間にか潰れちゃってました。ここは何屋さんかな？
バーガー屋さん、ハンバーガー屋さんのようです。もうなんかファーストフード店のような見た目をしています。で、隣がカフェ。ここはなんだ、新しいワルンかな。ここ中入れるのか。ここちょっと川沿いに。あ、ここ、こっちも入れるんだ。カーサーテピカリ、ちょっと入ってみます。この道初めて。あ、楽しい。で、そのさっき見ようとしたレストランがこうやって見えています。はい、中入ってきます。わー、こんなところ入れるんだ、知りませんでした。まあ川はちょっとまあ茶色いですけど、緑が綺麗です。ここなのかな、デッドエンドって書いてあります。行き止まりです。あ、これはあれだ、ビラでした。ハロー、エニビラや、ビラや、猫ちゃんいます。クッチン、アダクッチン、ブサールディアイト、ハロー、ジャパン、猫ちゃん、はい、あれかわいいね君。名前はジョリー。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 It's female or male? Girl, yeah, girl. 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 かわいいね。顔見せて、お顔。はい。はい、こっち見てごらん。ほれ。ほれ。かわいいね。はい、猫ちゃん。てれまかしいよ。猫ちゃん。ジョリーちゃん。はい、ジョリーちゃん。はい。ジョリーちゃん、あ、かわいいね、ジョリーちゃん、はい、バイバイ、ハロー、いやー、かわいい猫ちゃんなった。今回も楽しい散歩ができたことを嬉しく思います。気に入るお店も見つかり、新しい発見もありました。これも皆さんの応援があってのことです。前回のお祭りの動画をご紹介させていただいた頃に、おかげさまで登録者100人を超えることができました。本当にどうもありがとうございます。少しずつですが精進してまいりますので、引き続き応援のほどよろしくお願いします。この動画がいいなと思ったら、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。テレマカシフトゥスダムノントン参拝が昼ビデオ、またお会いしましょう。参拝順ばらぎ、次回のウブドナナはレメシタ通りとその周辺パート2です。お楽しみに。